そういう風に復習をうまく混ぜてこう並行しながらやっていくのがいいのかなと思います。皆さんこんにちは、鶴田由紀です。今回勉強関連で皆さんにインスタで募集させてもらった質問にお答えしていきたいと思います。質問の内容を読みますね。英単語帳の鉄壁を使っています。英単語帳の活用法や上手な使い方を教えてくださいというご質問です。ありがとうございます。まず鉄壁っていうのは私が6年間通い続けて、その後5年間アルバイトで講師をやっていた鉄壁会っていうね、東大受験専門塾と名乗っている進学塾が出している、ね、単語帳です。今まで確かにお話ししてなかったので単語帳の活用方法をお話ししていこうと思います。3ポイントに分けて解説します。ではまず1個目、単語ではなく例文を見てください。どんな単語もどんな文法もやっぱり文とか文章の中でしか生きないですよね。なので単語そのものを何度もリピートして覚えるっていうよりかは、鉄壁にも載っている例文を何度もリピートして口に出して覚えてください。ポイントの2つ目、どんどん書き込むこと。テキストとか教科書を書き込まずに綺麗なまま取っておきたい派の人っていると思うんですね。別にそれはいいと思うんですけど、個人的に受験関連の教材はどんどん書き込んでボロボロにしていた方がいいと思うんですよ。やった感も出るし、情報も一元化されるので、この単語なかなか覚えられないとか、他動詞か受動詞か間違えちゃうとかね、そこに大きく丸をつけるとかね、しっかり理解してて一瞬もそこの単語を見なくていいってものを大きくバッテンをつけちゃっていいんですよ。そうすればパッと目に入ってきた情報が少なくなるので勉強の効率は上がります。いっぱい書き込んでください。3つ目のポイントは、一つの単語を勉強しながら他の単語にワープする。どういうことかっていうと、さっき言った単語の例文を見るとそこにまた知らない単語とかあやふやな単語出てきますよね。そしたらちょっと時間はかかるけど、またその単語の項目に飛んで、その単語についての使い方とか熟語とか例文とかも見てしまう。そうすると一石二鳥というか、どん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 深く理解できるのでとってもおすすめです。というわけで今の3つが単語学習のポイント。あとはよく聞かれるのが、1日に何単語覚える、何ページ覚えるとかでよく聞かれるんですけど、なんかあんまりそういう使い方してなくって、自分は特にもう受験生の時期とかはほぼ辞書代わりに使ってたかなと思います。あとはもうどうしても見直したいページだけやなんか細い付箋を貼ったりとかっていう感じで使ってましたね。ただその受験生よりも前の時期、高2以下の時期で、単語自体をその単語帳を使って覚えていかなきゃいけない時期に関しては、その塾とか学校がやってる小テストなんかを利用して1週間でこの範囲をちゃんと覚えるぞみたいな感じで、カリキュラム通りに進めてたかなと思います。あとやっぱり暗記物って忘れるので、カリキュラムがこうどん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 セクション 1,2,3 みたいに進んでいっても、例えば自分の中で決まりを作って常にこう2セクション前の内容を確認しながらやるとかね、そういう風に復習をうまく混ぜてこう並行しながらやっていくのがいいのかなと思います。はい、ということで今回の動画では単語帳の活用方法をお話ししてみました。英単語ってね、英語の勉強の肝だと思うので、軽視せずに、そして効率よく頑張ってみるといいかなと思います。参考になったよっていう方はいいねボタン、チャンネル登録、それからコメントもぜひ書いてください。お待ちしてます。